5年後10年後の太平洋を囲む国の姿は、おはようございます。こんにちは。こんばんは。今回は、5年後、10年後の太平洋を囲む国の姿は、を探ります。5年後10年後の太平洋を囲む国の姿は、太平洋を囲む志を一つにする国の集合体として、TPP は、日本、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、メキシコ、シンガポール、ベトナム、マレーシア、ブルネイ、チリ、ペルーの11カ国が参加する自由貿易協定です。2016年に署名され、2018年に発効しました。TPP 加盟各国は、5G や AI などの進化、少子高齢化による医療費の増加、製造業の自動化の進展などの背景に、今後も経済成長が続くことが予想されています。1.GDP TPP により、GDP は平均で 3.5% 増加すると予測。5年後2028年 20% 増。各国経済の拡大、貿易の拡大、技術革新による生産性向上。10年後2033年 40% 増。5年後の項目プラス、人口増加による労働力増加、先端技術の普及による生産性向上。GDP 推移、国、2023年、2028年、2033年、日本、740兆円、878兆円、1043兆円、カナダ、247兆円、292兆円、348兆円、メキシコ、160兆円、189兆円、224兆円、オーストラリア、189兆円、229兆円、266兆円、ニュージーランド、87兆円、103兆円、123兆円に輸出額。 TPP により輸出額は平均で 5.5% 増加すると予測。5年後2028年 30% 増。各国経済の拡大、貿易の拡大、技術革新による生産性向上。10年後2033年 70% 増。5年後の項目プラス、人口増加による国内消費拡大、先端技術の普及による新たな貿易の拡大。輸出額推移、国、2023年、2028年、2033年、日本、232兆円、303兆円、396兆円、カナダ、102兆円、132兆円、173兆円、メキシコ、116兆円、151兆円、198兆円、オーストラリア、116兆円、151兆円、198兆円、ニュージーランド、44兆円、57兆円、74兆円。3、各国のメリット、デメリット。各国の利害関係は複雑に絡まっている。製造業の輸出拡大、新たな市場開拓、農業の打撃、農業林業工業の輸出拡大と新市場開拓、製造業の海外移転、資源産業輸出拡大、新市場開拓、製造業海外移転、農業輸出拡大、新市場開拓、製造業海外移転、製造業輸出拡大、新市場開拓、農業労働者打撃、サービス業輸出拡大、新市場開拓、製造業海外移転、製造業輸出拡大、新市場開拓、農業労働者打撃、製造業輸出拡大、新市場開拓、農業労働者打撃、石油ガス産業輸出拡大、新市場開拓、製造業海外移転、農業製造業輸出拡大、新市場開拓、農業労働者打撃、鉱物資源輸出拡大、新市場開拓、製造業海外移転。 4.TPP の総括。 TPP の全体のメリットは以下の通りです。貿易障壁の撤廃による貿易の拡大し、経済のダイナミズムが高まる投資の自由化による投資の拡大、知的財産権の保護強化、労働や環境の基準の向上、人的物的資源の相互流動が促進され、生産性の向上やイノベーションの創出につながる。これらのメリットにより加盟国は経済成長や雇用創出の拡大が期待できます。 TPP の全体のデメリットは以下の通りです。農業や製造業への打撃、サービス業への競争の激化、労働環境や環境への悪影響。これらのデメリットにより加盟国は国内産業の保護や消費者の保護に課題を抱える可能性があります。ただし、これらの国々が今後も経済成長を続けるためには以下の課題を克服することが重要です。少子高齢化による労働力不足、グローバル競争の激化、気候変動による環境問題。これらの課題を克服するために新たな技術の開発や産業構造の転換など積極的な取り組みを進めていくことが求められます。日本にフォーカスするとメリット、日本の製造業の輸出拡大、
新たな市場の開拓が期待される。デメリット、日本の農業が打撃を受ける可能性がある。メリットに関しては、最大限に活かす TPP 域内での各国の事情に合わせてものづくり、日本の工業製品。自動車を例にとると、ガソリン車、ハイブリッド車、固体電解質タイプの EV 水素自動車等の市場を開拓する。関税ゼロなら経済拡大の目玉。最先端半導体やそれを使用した製品の輸出、今後輸出可能になる。レアスドロからのレアスやその加工品一般、今後輸出可能になる。油田からの油、メタンハイドレードからのメタン、今後輸出可能になる。アンモニア、混焼技術、人工油等。以上の対応で売買ゲームで輸出額が増えると推定される。デメリットに関しては、現状からのブレイクスルーで対応し、危機をチャンスに変えて活路を開く。農産品は味わう農産物等で美味しいものと特化して対応することでデメリットをメリットにする。漁業は養殖技術で世界に羽ばたく。なお、忘れてならないことは、グローバルスタンスで国際分業することにより各国がウィンウィンとなる方向で進めていくことが最終的にハッピーで丸く収まると考える。以上のように、日本がリーダーシップを取り運営すれば、はじめに示した GDP 平均 3.5% 増、輸出額平均 5.5% 増でなく、もっと高い数値を得ることができると確信しています。みんなでその当事者になりましょう。当チャンネルは、皆の意識と行動で日本を元気に創造させることを願ってをテーマで発信しております。よろしくお願いします。その他、取り上げるべき、取り上げてほしいテーマがありましたら、コメント願います。ありがとうございました。もし役立ったと思われたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。面白かったと思う人もチャンネル登録願います。面白くなかった人はその内容を、ぜひコメント入力願います。次回動画も頑張ります。その他、追加で知りたいこと、疑問点がありましたらコメント欄に記入ください。可能な限り対応させていただきます。皆さんの人生がより豊かになることを願っています。では、また次回の動画でお会いしましょう。